今回紹介するのはこちら、金田さんっていうんですかね、ところから出ています、ウッドヘッドホン、型番が WE-BK8 というふうになります。密閉型オーリンイヤーで折りたたみ式ノイズキャンセリング、ベリリウムホードライバーのダイナミックハイファイ、となっています。珍しく、キーを使った感じのヘッドホンとなっています。ちょっとここに興味が惹かれてゲットしてみました。一応空張りが出てまして、空張りといっても全てキーなんですけれども、ローズウッドとクルミと黒クルミですね、という色になっています。で、今回は黒クルミという色をチョイスしてみました。で、黒クルミ以外はちょっと若干、形が違います。デザインですね、若干違うだけですけどね、のになっているので注意が必要です。はい、写真としてはこんな感じのものになってますね。はい、実物はこちらになります。早速ですよ、セット内容なんですけれども、外箱と本体と 3.5mm のラインケーブルのみとなっています。非常にシンプルなセット内容になっていて、まあヘッドホンで有線であることを考えると、まあ特に機能も有していないので、いらないのかなという感じですけども、非常にシンプルです。外箱も見ていただいたらわかるように、特にデザインというかロゴというのも一切入っていないようなほどシンプルなものになっています。はい、それでは少ないですけど商品の方だけ軽く説明して、実際音を聞いていただいて終わろうかなと思います。商品、まず、一つはこちらですね。3.5mm ラインケーブルになっています。一応こちら片方がね、6.3mm でたか忘れましたけど、この変換するようにこうね、熱式のものになっています。で、若干ここに、ガイドのスプリングが入っているって感じになるんですけども、こちら長さが約200センチ、2メーターですね。ヘッドホン使うには十分の長さかなと思います。ケーブルの太さもありますし、特にこれに対して音の劣化があるようなことはありませんでした。いいかなと思います。はい、あとヘッドホンだけになるんですけれども、ヘッドホン、全体的にパッと見ますと、ものとしてはこんな感じです。はい、重さの方がだいたい 334g になっています。で、一応折りたたみ式になっていると言ったんですけども、真ん中に折り曲げることができなくて、このイヤーの方ですね、を回転させることができます。180度ですね、約。こんな感じですね。回転させることができます。あと当然この回転も可能ですね。はい。あと、まあ、ほとんどないんですけど、ここのアジャストですね、調整は約3センチ弱、3センチないぐらいですね、左右両方とも調整することが可能です。こんな感じですね。はい。一応 PU レザーになっていますけれども、しっかりとしたものが入っていまして、干渉ですね、こう柔らかくなっていますので、頭の方の負荷も軽減されていますし、耳の方もですね、大きいものになっています。ちなみに、耳の上に乗せるオンイヤーではなくて、かぶせてしまうオーバーイヤーですね、になってしまいますので注意が必要です。まあ、耳が痛い方はね、こっちの方がいいかなと思います。耳のサイズによってはオンイヤーになってしまうのかもしれないですよね。一応ここの中のサイズですね、なんですけれども、幅が3、いや4センチ、縦が6センチといった形になりますので、それ以上の大きい耳であればオンイヤーになりますね。はい、以上ですね。しのごの言ってもあれなので、実際いつものように音を聞いていただいて終わろうかなと思います。使用するケーブルはこちらそのまま使わせていただいて、曲の方はいつもの曲で、iPhone 6 Plus ですね。こちらもいつも通りになっています。カメラのスピーカーというかマイク越しになるので、若干音は違うかもしれませんけども、交換ということです。はい。Thank you.
はい。以上のような感覚です。言うの忘れてましたけど、音量の設定はだいたい8割程度になっていますので、ですね、なっています。はい。以上です。今回紹介しましたのは、金田さんから出ています、ウッドヘッドホン型番が WE-BK8 というものになりました。はい、以上です。